状況もやばくて、スマートワーク なんて、やばい間違いなかった。スマートワーク一緒に見てる場合じゃないけど一緒に見ていこうのコーナー。時間ないから全部一発撮りや。はい、おはようございます。チーム手巻き TV です。ということで、あと24時間で第6回モングラが終わります。現在朝起きてからボーダーとの差が縮まり続けております。ついに1万を切ってしまったというところ。今日も生放送やりますんで、スマートウォークのこととか話しながら一緒にモングラ最終日頑張っていきましょう。ではいく。さあ、竜王ゾーマ、竜の女王とお出かけしよう。ゴールデン竜王、ゴールデンウィークキャンペーン、これは。そしてしれっとなんか新装備来てますね。紫色の妖精的な。じゃあ見ていきましょう。おい、なんかうまいやいかんな、なんかいかんな、もう頭おかしくなってんのかもしれない。うん、まあモングラ期間中はな、そういうとこあるから。さあ、ということで見ていきましょう。ゴールデンウィークキャンペーン。さあ、なんか横に長いですね、頭が。新キャラクター無安定になってました。なんかこんなあったよな。なんかそしてマンドリル、みんなのトラウマ、マンドリル。バギとかラリホンを覚えるまでドラクエ2で地獄なやつ。さあ、そしてなんだ、工事始まってたぞ。やだな、俺建設出身だから俺工事の囲い見たくないんだけど。ということで、全国のリュウちゃん像のレベルを上げて毎週ジェムをゲットしよう。これは何なんだ、黄金列島時空を超えるイベントは5月27日まで。案外長いどういうことだ、これ系で1ヶ月なんてあるか。なんかあれかな、期間長くやっといて他のイベントと並行とかになるのかな。さあ、このレベルはどうやって上げるんですかね。スライムヒーローズに遠征してもらうことで様々な地域のレベルを上げていけるぞ。はいはいはい。我々の代わりにね、スライムヒーローズが旅してくれるんですかね。なんだこの。あー、なんかありがちなやつ、遠征して6時間みたいな。そしてマンドリル。そしてマンドリル。いや、こいつはマジ強敵としてね、成立しますが。しかも3匹エンカウント!デスエンカや!デスエンカ!ムーンペタの周りで死ぬやつや!はい、ということで、めちゃくちゃ運営さんのこういうところ、好きです。はい、ということで、メタル&ゴールドフェスも、開幕ですね。いやー、ちょっと、モングラの後は、まったりやれんのかな。はい、さらに、期間限定で、ご当地モンスターの出現地域が、シャッフル。まあ、私はもう興味ないんですけれども、まあ、ここまで心道とかね、絡んだりすると思いますんで、この機会にね、せっかくなんで集めたいですね。さらに、ご当地メガモンスター出現率アップ。怪しい竹。椎茸に謝れ。そして、いろいろミッションもありますよ。はい、さらに、オチェアーノの剣とルビスの剣連星追加。これも前もって言ってくれるのいいですね。前もって言ってくれないと、この導きのかけらの使用用途が多すぎてね、面食らってできねえじゃんってこうなりますからね。さあ、宝の地図に使うのか、オチェアーノに使うのか悩ましいところです。さらに、もう効果も教えてくれちゃう。いいと思います。いいと思います。はい、スキル、ウィンドスラッシュを、ウィンドスラッシュ、簡易に強化。そして、メインスキル、グランエスパーダを、スキル、グランエスパーダ、簡易に強化。威力アップ&消費 MP アップと。さらに、マシン系のダメージ 10% だそうです。さあ、錬成武器特別演出はキラキラするやつかな。そして、グランエスパーダのダメージが上がっていく。まあ、伝説は階級まであるやつですね。そして、ルビス剣。まあ、こちらについてはもう不人気武器ですよね。いきなりがつくんだ。へぇー。こんなパターンあるんだ。いきなりルビスの加護。戦闘開始時に、ルビスの加護が宿り、自分の職業固有特性の発動率上げるやつありましたね。はいはい、ルビスはこれ系でいくということですかね。さあ、さらに、階2で、創世の光を、創世の光、回に強化と。まあ、ここら辺はね、謎の強化です。まあ、普通に火力が上がるだけだと思いますけど。
ん、こっちも階級まである。運営はルビスも大事にしておると。さらに闇の覇者、竜王復刻。ゴールデンウィーク復刻福引き。さあ、回復に、ギラグレードに、さあ、さらに、ああ、なんだ、まだ擦るのかよ。アリーナとか出てくる天雷弁でしたっけ？はい、さらにメタキン！うん、最近のあれですね。こういう復刻ガチャは、もう当たり一つ入れときゃ、回したくなりますよね、みたいな。そんな感じありますね。はい。まあ、何でしたっけ？最初のあの回復？あのダメージ与えながらね、回復しちゃうやつ。あれもちょっと使えない回復なんで。まあ、使えるけどね、持ってない人にとっては。明らかに、2、3年前の武器を、未だにメインとして据えるのか。まあ、ここが運営さんの上手いところでもある。そして、頭が長いだけでなく、お尻のラインも不思議なラインをしている、爪が来ました。久しぶりです。竜の女王の爪。さあ、ということで、こちら、ドラゴンと忍者の得意武器になっておるようですね。そして、レベル20、愛の平手打ち。爪引っかかるやつやろ。ああ、俺確かなんか昔ガールズバーかなんかで1000円払って平手打ちしてくれるお店だったんだけど、めちゃめちゃ爪引っかかってこう、血出たからね。ごめんなさい。こんなことは話さなくていい。こんなことは話さなくていいんだ、今。ドラクエに浸れ。うん。愛の平手打ち。敵一体にガードや、見かわしをされない。威力 800% 高いですね。まあ、無属性ですからね。対義ダメージを与え、たまに怯えさせ、ごく稀に耐性を無視して怯えさせる。ごく稀に興奮させるじゃないんですね。そしてレベル30、女王の吐息闇。敵全体に、ドルマ属性のブレス特大ダメージ、メタル系にプラス70きた。これ、メインスキルが2つのやつや。さらにごく稀に吹き飛ばす。ドラゴン系なら稀に吹き飛ばす。吹き飛ばしこっちが使うんかい。そしてもう一つのメインスキル。女王の吐息。っていうか、平手打ち吐息ってもう、エロやん！俺、曲解じゃないじゃん、もう。俺の解釈でいいじゃん。もう、いろんなおじさんのくすぐり方をしてる運営。やばいだろ、もう。吐息じゃなくても。なんで吐息なんだ？吐をつけんな、吐をもう。そういう風に見えちゃうから。さあ、吐息もう一つが、敵全体にギラ属性のブレス特大ダメージ、メタル系に70を与え、ごく稀に吹き飛ばす。ドラゴン系なら稀に吹き飛ばす。ドラゴン許さないと。さらにドラゴン系のダメージ等がついております。ゾンビ系のダメージもついております。そして、いきなりスキル一つ目、エナジーフロー。戦闘開始時に最大 HP の 4% を消費して、自身の最大 HP と最大 MP の上限を20上げる。そして、もう一つが、竜の心。自身の装備しているドラゴン系、ハテナハテナ系の心の数だけ、一部のステータスが上昇し、HP と MP を回復する。わけわからん。一つ目のエナジーフローが来た時点で、この MP と HP を上げることで、まあ、それをこう、火力に転化できるようないきなりスキルがもう一個セットで来るのかなと思ったら違う。ただ HP と MP が。上がるだけ。まあ、でも、HP20% 上がるのは、普通に超タフになりますよね。なので、まあ、一つ目と二つ目はそんな絡まないのかな。改めて二つ目。竜の心。自身の装備しているドラゴン系、ハテナハテナ系の心の数だけ。はい。心の数ですね。心の数。ドラゴン系の心の数。だけ、一部のステータスが上昇し、HP と MP を、回復って何なの？回復って何なの？一部のステータスが上昇し、HP で回復。最大 HP、最大 MP の上限を上げるなら上げるけど、回復って何なの？最大4つともドラゴン系、ハテナ系で 10%。まあ、詳しくは見ていきましょう。回復のタイミングが書いてないんだよな。最初か。最初に回復したんか。仮用の武器ってことかな？はい。エナジーフローで、上げました。なんか赤くなってます。はい。さらに、はい、2個。2個装備してますよと。かわいいマークやな。回復は、戦闘開始時ってことなんですかね。はい。まあ、つまり、仮武器や。回復しまくりながら、ブレスでバン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 メタルも、はい。全体も勝っていけると。完璧な仮武器ですね。非常に面白いと思います。仮武器はね、取っといて損ありませんからね。あ、このゲーム、狩るための、狩るためっていうか、レベリングがメインのゲームなんで。ということで、ギルギッシュを怯えさせていく。さらに、吐息。なんか、思い切ってモーションとかめっちゃ短いの来ないかな。来ないね。
はい、おいおい、エロいだろ、エロいだろ。さあ、そしてこれは千里港なのか地図なのか、はい、錬金なのか、はい、こんな感じです。ということでアップデート予定日は4月25、明日です。もうその頃には俺ヘロヘロだよ、もうモングラ終わって。はい、ということで最後までご視聴ありがとうございました。ということで頑張っていきます。さよなら。この時間にも多分さあ縮まってんだろうな、グラマスボーダーとの